見てくれてありがとう。私のチャンネルを購読してください。新しい動画が届くと通知が届きます。オンラインでのやり取りが増えると同時に、何を着ていいかわからないと悩む人も増えているのでは。対面と同じようなビシッとしたスーツ姿は堅苦しく、かといってラフすぎてもいけません。経営者専門スーツ仕立て屋代表として、1万5000人のビジネスパーソンの装いをサポートしてきた末広徳次氏の近所、装いの影響力より、画面で好印象となる上半身についてお伝えします。展開記事。長袖ではまだ暑い時の腕のまくり方。9月も後半とはいえ、暑い日は袖もまくりたくなってきます。でも袖をまくりすぎると、肌の露出が増える上におっさん臭く見えてしまいます。そこで、日本人はシャツのまくり方がダメ。常にエレガントに見える、かっこいいまくり方を教えてやると力説するイタリア人によるだらしなく見えない腕のまくり方をご紹介しましょう。このご時世、テレワークが増え、オンラインでのやり取りが増えたという人も多いでしょう。社内のオンライン会議や打ち合わせなどでは、ビシッとしたスーツ姿で臨むと堅苦しいイメージですし、かといってラフすぎてもいけません。いつものシャツとスーツを着ていけばいいオフライン、対面、と違って、服装に迷ってしまうという声も多く聞かれます。一方、オンラインで行うクライアントとの商談や打ち合わせでは、対面する際と同じスーツを着るという人もいるかもしれませんが、実は、オンラインでの商談や打ち合わせで勝てる服というのは、実際に対面で会う場合とは異なります。画面で好印象となる上半身というのが存在するのです。このオンライン時代で生き残る戦略は、小さな画面の中でも自分の価値を伝え切る術を磨くことです。オンラインでは基本的に上半身しか映りませんが、その制約の中で価値を伝えていくには、表情の作り方、身振り手振り、そして服の選び方もオンライン用に合わせていく必要があるのです。参考になるのが、ニュースキャスター。彼らは画面に映る上半身に全神経を集中させています。ジャケットの胸ポケットに入れるポケットチーフがありますが、四角に折って刺す方法は、テレビフォールドと呼ばれる一種のテクニック。顔の近くに白っぽいものを配置することでレフ板の機能を果たし、顔色をよく見せる効果があるのです。テレビに出るニュースキャスターが好んで使っていたので、そう呼ばれるようになりました。